いたいた、カイトさん。よかった、ここにいたんだ、カイト。みんな、どうしたの？いちかたちが初ライブの報告をしたいんだって。ああ、そうなんだ。じゃあ、みんなも呼んで。その前に、いいかな。うん？カイト、あの時、歌詞を見てくれてありがとう。私、今まで気づかなかったけど、きっと自分に自信がなかったんだと思う。だから、自分が書いた言葉を信じることができなくて、いろいろと迷走しちゃって。え？いっちゃん、そうだったの？そんな、いちかちゃんの言葉、とっても良かったのに。ううん。今はもう大丈夫。自分の思いをちゃんと伝えなきゃって思って、歌詞も書き上げられたし、みんなで初めて作った曲をお客さんに聴いてもらえたから。だからこれからは恥ずかしがらないで自分の思いを伝えていこうと思う。そっか、カイトの言ってたこと合ってたみたいだね。まあね。え？言ってたって何を？うん、みんなが新しい扉を開いた気がしたって。そうだったんだ。私たちちゃんと開けたんだね。カイトさんも応援してくれてたし、よかったね。ねえ、いちか、俺から一つ頼んでいいかな？何？今のいちかたちの歌を聞かせてほしい。新しい扉を開けて歩き出したいちかたちが、どんな歌を歌うのか聞きたいんだ。カイト。うん。わかった。みんな、行くよ。
すごく、良かった。いちかたちの思いを、演奏から感じたよ。聞かせてくれて、ありがとう。私も、一緒に歌ってて、楽しかったよ。ありがとう。よかった。みんな、もう次のライブの日程は決まってるの？まだだよ。でも、近いうちにまたやりたいねって話してる。次は今よりもっと上手くなって、お客さんからの拍手、いっぱいもらっちゃうんだから。じゃあ、これからは、もっと練習厳しくしてみようかな。今日も練習しに行こうか。そうだね。みんな、今日は来てくれてありがとう。まだ未熟だけど、よかったら、また聞きに来てくれると嬉しいな。次はもっといい演奏を聞かせるよ。